こんにちは、のくさん。アルコアですか。まあ、こういうのってなくならないですよね。いや、こういうのね、売る人とかね、作る人とかね、市場に仕掛ける人、こういう人が悪いんですかね。悪いでしょうね。いや、でもね、もっと悪いのは、それを、まあ、買う人っていうんですかね、これに参加する人がいるってことなんですよ。こういうのに参加する人がいると思われている以上、こういうものが販売されるってことはなくならないと思いますし、こういうものが開発されるってことはないと思うんですよ。どういうことかっていうと、一見儲かりそうで参加した人が全損すると思うんですよね。参加した人がみんな損します、こういうのは。まあ、そういうふうにできてるわけなんですよね。で、たまたま損しなかった人っていうのはたまたまできるんですよ。だから立ちが悪いというかね。もともと自分が何のね、努力もせずにお金を放り投げておけば増えるみたいな、そういったいやらしい人の精神にこういうのって食い込んでくるんですよね。で、こういうのがなくならないってことは、多くの人はそんなことを考えてるんですよ。受験勉強に勝つわけでもなくて、出世競争に勝つわけでもなくて、ビジネスやお金について勉強するわけでもなくて、何の力もないけども普通の人が何の努力もせずに、普通の努力もせずに、自分の虎の子の究極のお金をね、これがなくなったらやばいんだよってお金を投げれば、お金の問題が一生解決すると思ってしまう。まあ、他にもいろいろ要素があると思いますけども、まあ、なんか人の弱さにね、こういうものが食い込んでくるのかな、人のずるさにね、こういったものが食い込んでくるのかなと思います。そういう意味でも精神を鍛えなければ、ずっとお金にそっぽを向かれたまんまだと思うんですよね。で、まあ、こういったものを紹介する人もいるんですよ。でもやっぱりね、紹介しても紹介してもそれが結果をもたらさなくても、もたらさなくても信頼させてしまう。逆を言えば、多くの普通の人、購入者がね、信頼し続ける以上、こういったものってのはなくならないんじゃないかなと思いますよね。アルコアとかブックメーカーとか、あとバイナリーオプションですか。アルコアはちょっと私も知りませんでしたけども、まあ、こういったバイナリーオプションやブックメーカーっていうものを使ってなんとかかんとかっていうのは、まあ、参加しない方がいいんじゃないかなと思いますよね。で、本物と偽物を見分ける目利きができない人がこういったものに飛び込むんですよ。だから、まずは自分の目を養うことだと思います。どれだったら利益が出せるのか、どれだったら利益が出せないのか、そしてこれ今回の動画のまとめになりますけども、どんな案件でも利益に変える力がついていれば全く構わないんですよ。例えばね、障害報酬で稼げていけて、その案件自体は稼げるかどうか分かんないものっていうのはあるんですよね。としたら、自分には障害がたくさん出せるのか、そして障害した後、そういう人たちの信頼をつなぎ止めたりとか、フォローアップができるのかってことですね。障害を出すだけ出して、ポーンと、ね、いなくなっちゃう。それも一つの勝ち方だと思いますけども、まあ、こういうのはね、長続きしないですね。市場からそっぽを向かれてしまいますよね。いや、どっちにしてもね、このね、こういうのってのはね、本当後を絶たないですね。ね、こういうの参加しちゃう人がいるから後を絶たないでしょうね、きっとね。はい、まあ、自分の目利き、それが大事ということなんじゃないかなと思います。 ADA もね、目利きがある人がプレセールで買えたんじゃないかなと思いますしね。他のICO なんて目利きがない人がいっぱい買って詐欺られたというわけでしょ。なんかノアコインってどうなったんですかね。あと、なんかガクトコインっていうかスピンドルとかどうなったんですかね。あれを、この2つはね、買っちゃう人が、まあ、いるんですよね。買っちゃう人がいるんですよ。いやー、すごいですね。すごいとしか言いようがないと。でも、まあ、慎重にやってほしいですね。最近ではね、なんかね、なんだっけな、イーサクラブっていうのがかなり痛い目を見てる人がいるらしいですけども、参加した時点で負けというものがありますんでね、目利きができていなければ、どうなっちゃうのかなと思いますね。まあ、真面目にやっていても破綻するものもありますから、いやー、もうなんかこの件についてはね、口に出したいけど出しにくいですね、やっぱりね。記録の残んないところで名指しを私はできますんで。あ、そうだ、小野里さんね、小野里さん、また新しい案件の紹介が来ました。
判断は慎重に。それでは。